どうもこんにちは、レインボーパンチのキング佐藤と TK だよ。ビーフでーす。お、今日はね、はい、なんすか、外国語っていっぱいあるじゃないですか。あ、お、雰囲気でこの言葉をどこまでそれっぽく言えるか選手権。おお、やりました。私は切実に彼女が欲しいです。3人の心の声を、心の声を、それをこの外国語で、そうです、表すってことで。ビーフさんはあれですよね、はい、15カ国語を喋れるから。あ、そうですね、はい、優勝、まあビーフ決まっちゃってる感があるので、まあ TK 対キングって形ですよね。まあ実質、あ、まあ、まあ、確かに、で、私がジャッジするので、はい、これ一番ちょっとになんか雰囲気捉えてねえなっていう人はマイナスポイントが入って、はい、一番マイナスポイントが多い人が1週間全麺類禁止。いや、これ結構ガチできついぞ。ということで、なんとなく外国語選手権行ってみましょうか。よっしゃよっしゃ、行きましょう。第1ラウンド、それっぽいイタリア語で、僕は切実に彼女が欲しいです。インビラサブラショプロキャートカンピオネ。多分あれだね、彼女っていうのをカンピオーネって。チャンピオンですか、彼女は。彼女をチャンピオン。あ、僕はそういう表現で言ってる。それっぽいイタリア語で、僕は切実に彼女が欲しいです。キャンピオン、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 オッケー、イエス、オッケー、イエスって言ってますよ。さらに思いっきりカンピオーネに引っ張られてる。カンピオーネ、カンピオーネ、オッケーは、オッケーは使うんですよ、そのイタリアの方も。日本でも使うじゃないですか、オッケー。あー、まあ。それっぽいイタリア語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ラモジマテラッツィエーツエッゼエンツメッセエンメッセージアンシー。おー、でも雰囲気ある。第1ラウンド、マイナスポイントはキングさんですね。第2ラウンド、それっぽいフランス語で、僕は切実に彼女が欲しいです。チンテリスチューフォーエンデルスチューナポレオン。ナポレオン、ナポレオンはさっき、あ、いや、さすがに、あ、彼女はナポレオンって呼んでるんですよ。それっぽいフランス語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ハロピアルキュンテヤベンチュンテアルンプレオンアンリー。なんか、あ、アンリー、アンリー、アンリーって言ったぞ今。それっぽいフランス語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ジュネディー、ジュネディーヌ、あ、フランス、エキ、エキアンシー、エンピエンツィオ。おお、これも、キングかな。あれ、第3ラウンド、それっぽい英語で、僕は切実に彼女が欲しいです。エブロー、エブベン、エブショー、ディズリー、ラン、ユア。それっぽい英語で、僕は切実に、彼女が欲しいです。それっぽい英語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ジブリジ、ジブリアンティ、アンティアンティ。ジブリって。これは意外とわかんないぞ。これ TK じゃないですか、これ。第4ラウンド。それっぽいウガンダ語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ブンドロソ、アブラカンプルゲイ、ブリピーパー、ピーポー。それっぽいウガンダ語で、僕は切実に彼女が欲しいです。エリオレ、エリオレ、アリガリギリオ、アリガリオレ。それっぽいウガンダ語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ボンジー、ボンジーゲン、ドンドンドンボンジー、え、ドンボンジー、サキ、サクリファイス。これ TK ですね。お、あ、来た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 。最終ラウンド、それっぽい韓国語で、僕は切実に彼女が欲しいです。センサー、センソンサンプラハン、ソンソンフロン、フロン、カムサムリだ。それっぽい韓国語で、僕は切実に彼女が欲しいです。ヘミアリ簡単だ、やっぱり簡単だ、ボーケーヘルプリ簡単だ。それっぽい韓国語で、僕は切実に彼女が欲しいです。
ライブイーツラウンドもう一回いきますよ。だめだめだノーマー、リーシー、アンディジー、おーしー、おーしー。あ、もうダメだこれ。あこれは欲しいわ、言う TK ですね。おー、来た来た来た、あれこれということで、罰ゲームはTK さんに決定しました。一週間ね、絶対食べちゃダメだよ。誓いますか？いや、もう誓いますよ、これ勝負ですからね。外国の人へのなんかリスペクトが感じられなかったですよね、TK のね。確かに。ということで、ちゃんと謝ってください、世界に。世界の人へ、グローバルに謝ってください。おお、ワールド、ワールド、ソーリー。世界ごめん。